寒いの？うん、このふわふわに手をつかんで。へへ、私は優しいから。いつも同志指揮官から分けてもらうのは良くないから、こっちも同志指揮官に分けてあげよう。はい、飲む？私はずっと君と一緒にいる、タバーリショフィーツェル。君が迷ったらこの拳で目を覚ましてやるから、思いっきり突き進むがいい。同志指揮官は味が濃いのがいいのかな、それとも薄い方がいいの？今度ボルシチを作るとき、同志指揮官の好みに合わせようと思って。寝相が悪かった？何言ってるの？っていうか、ずっと見てたの？これじゃあお嫁さんに行けないよ。指揮官もらって。よくやったぞ、どうしよう。無数の困難や巨大な敵、今や私たちは共に己の命を、勇気を、全てをかけて挑もうとしている。実に革命的ではないか。艦隊運営と作戦に嫌気がさしたら私に任せな。毎日家宝を聞いてぐっすり寝られるぞ。まあ、責任感の強い私たちの指揮官に限ってそんなことはまず起きないだろうがな。私相手にここまで隠し通せるなんて。指揮官ってもしかして本当は素直でいい子なのでは。今はちょっと信じてみようか。うん、そんなとこで。ふんふん、ずっと指揮官とおしゃべりし続ければつい立ち止まったりすることがなくなりますね。それはそれで困っちゃいますか？難しいですね。同志指揮官、硬い人かなと思ってたけど、意外と面白い人だよね。ノリがいいし、ひらめきも多いし、何よりこっちがやらかしてもそこまで説教しないんだよな。タシュケントは普通の子よ。別に特別扱いされたくないし、このままでいいわけ。どうしちゃんのこともそう。うん、きっとそうだよね。みんなに合わせながら個性を出すって難しいわね。どうしちゃんが心配してくれてたのに、タシュケントはあんなことを。どうしちゃん？タシュケントを助けてくれるの？これはなかなかいい腕前だな。同志指揮官、ご馳走を振る舞ってくれるのはありがたいが、もしや貴様は社交儀礼だけでなく、原始的な欲求においても攻勢をかけていないか？あんた、本当に私の言うことを何でも聞いてくれるのね。ええ、あんたがそんなに私に言われるのがいいというのなら、とことんやってやろうじゃない。ペット？どうかしら。飼ったことがないから、正直わからないわ。だって、めでる相手なら、ずっと身近にいるもの。それとも指揮官？もしかしてもっとめでられたいの？指揮官、故郷の人はみんなとても素直ですよ。私も例外なく。このウォッカ一本飲み切れたら私に何をしてもいいですよ。